沖縄県道2十号小屋合わせ線沖縄県道2十号小屋合わせ線は沖縄県沖縄市日屋根と上地とを結ぶ一般県道小屋十字路から終点までの区間は小座ゲート通りと呼ばれている1953年に嘉手名基地第一ゲート第二ゲートと同ゲート小屋十字路のゲート通りが群道2十号線小屋高原が琉球政府道2十号線として指定された その後、1972年の本土復帰と同時に、嘉手な基地内を除く区間が、県道20号線となった。なお、復帰前は、奇襲点が逆だった。1980年代まで、来て沖縄市上げた部分が未整備だったが、後に整備され、国道329号方面から小屋方面への交通の利便性が向上した。国道3 3十号と交わる小屋十字路。 終点の家電ナ基地、第二ゲートまでの区間はかつてゲート通りと呼ばれ、その後、空港通りに改名されたが、故障が定着しないことや誤認もあったため、改めて、コザゲート通りに改名された。アメリカ軍人やその家族らも多く、道沿いには、外国人向けの店舗も少なくない。2014年には、県道85号、高原交差点間の沖縄市道を呼び、 沖縄市道合わせ国体線が道路線に昇格された。前者は新しく道路線の標識が設置されているが、後者は沖縄市道であったのに、沖縄県道227号、沖縄県総合運動公園線の距離表が設置されており、道路線の標識は設置されていない。どちらも交差点の案内標識が道路線になるように書き換えられている。また、 合わせ日形の埋め立て予定地へ等路線を延長する計画がある。高原まで全線開通後に東洋バスの東南植物楽園線が小屋十字路高原交差点間に乗り入れたが2004年に廃止された。その後路線再編により改めて乗り入れを行い合わせ循環線が同区間を平日のみ運行していたがこちらも2014年に廃止され現在は コザゲート通り区間を含め、コミュニティバス、沖縄市循環バスの各線が通過している。ありがとうございます。